どうも皆さんおはようございます、こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、めちゃくちゃ楽しいデッキ作ってきました。カオスソルジャーが新ミニボックスで、まあ、手に入るわけなんですけども、カオスソルジャーの強なんだろう、サポートカードがめっちゃたくさん追加されていて、これがね、あのね、いわゆるですね、完全究極体パーフェクトカオスソルジャーを作り出すことができるんですよ。今日はですね、もうね、先行無視します。先行は無視です。高校で鬼のようなムーブ、まあ、要は殺意マシマシのカオスソルジャーを使って分からしていくっていう、そういうデッキになってますね。まあ、だからコインは赤を出してください。以上。まあ、あの先行だったら本当光の速度でターンエンド、光と同じ速さで、ターンエンドしてください。で、どういうデッキかっていうと、カオスソルジャーにあの効果を付与する、モンスターがいましてですね、それがですね、開闢の騎士っていうのと宵闇の騎士っていう、まあ、このモンスターたちなんですが、このモンスターたち何がね、強いかっていうとですね、あの儀式の素材にして使われた場合、カオスソルジャーの儀式素材に使われた場合、例えば開闢の騎士だったらそのカオスソルジャーに効果を付与します。一旦に一度相手のフィールドモンスター一体を除外できる。開闢っぽい効果だね、確かに。で、戦闘で相手モンスターを、カオスソルジャーで破壊すると、もう一度だけ続けて攻撃できる。まあ要は開闢の効果ですね。で、宵闇は、また一旦に一度モンスターを一体除外できるっていう効果と、あと、ハンデスするっていう、ハンデスっていうか、まあ、エンドフェイスまで裏側表示で相手の手札を1枚ランダムに除外しておくっていう効果をがついてます。まあ、宵闇そんなに強くはないんだけどね。で、宵闇と開闢を両方とも使って儀式するカオスソルジャーをパーフェクトカオスソルジャーっていうんですよ。これを今日は使っていきます。で、打点アップカードもあるんですよ。これ、混沌の使者っていう。これ、カオスソルジャーに対して、ダメ捨てでも打てるんですけど、相手が自分のバトルフェーズに使えるんで。てことだから、これを捨てると、カオスソルジャー、または暗黒騎士ガイアモンスターを1体対象として、打点も1500アップする。つまり、4500になります。カオスソルジャーが。いや、強すげーっていう。だから、何が起きるかっていうと、その、まあ、調整師の方がっていうね、カードで、一応光の、か闇の4がいれば、まあ、デッキからもう1体片方の片割れを落とせるんで、これと、調整師の方が宵闇か開闢どっちかとカオスソルジャーっていうのも、まあ、揃えるゲームになるんですけども、この開闢と宵闇を使ったカオスソルジャー、まず、モンスターを、2枚まで除外できます。相手のモンスターを。2枚まで除外できます。まずはみたいなこと言ってますよね。で、開闢の効果でモンスターを破壊するともう一回攻撃ができます。で、ハンデスができます。で、打点がダメ捨てで1500アップするかもしれません。4500、モンスター2枚除外、ハンデス1回、モンスター破壊したらもう一回攻撃っていう。いやもう全部乗せ、全部乗せカオスソルジャー強すぎ。で、それを今日はやっていくと。で、なんだかんだやっぱね、このムーンライトフォックスが結構、ね、強くて、この開闢と一緒に落としてなんか相手の打点下げるっていうことができるんで、で、もう一回攻撃するっていう効果もつくじゃないですか、開闢だったら。だから開闢とムーンライトクリムゾンフォックスとかでワンキル取っていくってとかいうこともありますね。この混沌の使者がない場合とかは。で、コズミックサイクロンとか局所はやっぱバックには干渉できないんですよ、カオスソルジャーって。だから、まあこの辺のカードを入れて、で、あとはもうサーチカードですね。混沌の場、カオスフィールドとか、挑戦者の方がとか、カオスソルジャーを入れて、儀式の使い手でコズミックサイクロンで相手のバックをぶっ飛ばしながら、パーツを揃えるっていう、そういう気になってます。ほんとね、まあ、対戦見てもらえば分かるんですけど、マジでやばいんですよ。やってること頭おかしいんですよ、高校のこのカオスソルジャーって。ほんとにちょ見てください、ぜひ。デュエルスタンバイ、お勇気ボーイ、いきます。エンドです。光の速度でターンエンドです。結構手札は強いです。殴ってください。1000くらいで殴ってください。1000ダメージくらいで殴ってください。放送事故もしっかり映ります。ワンキルはないぞ。よしよし、ワンキルはない、ワンキルはない、大丈夫だ、ワンキルはない。
ナビゲート強いです。相手に先行だと錯覚させるくらいです。お強い、反応強、やばい。これハッピーセットや、これはブラックマッチハッピーセット、いやー強い、これは強い。殴ってくれるんすか、殴ってくれるんすか、マジっすか。神、神じゃないですかそれ、神では。極小的ハリケーン神ゲーですけど、マジシャンズナビゲート来た、行きます。さあ行きます。パーフェクトカオスロジャーの力お見せします。ま、あなたのモンスターですよね、もともとは、もともとはあなたのモンスターです。今からやべえこと起きます。カオスフィールドの効果発動します。スキル発動、カオスソルジャーをデッキ戻して儀式魔法を持ってきます。挑戦士の方が発動これガチやべえこと起きる。ちょっとみんな見ててやばいから、ほんと解約の騎士と、ていうかな、酔い闇の騎士を墓地に置きます。カオスソルジャー降臨です。一つの魂がどうのこうの、そしてカオスソルジャーに付与された効果をいっぱい発動します。まずはモンスターを除外です。さらにモンスターを除外です。さらに手札を1枚裏側で除外です。バトルですカオスブレード、自分ダメしていいですか。カオスブレード、カオスブレード2連打ちょっと待って、強すぎるだろこれ、強すぎワロタ。さあ行きます、デュエルです。攻撃をし、あ、サイレントマジシャンはだからさ、おすぐさ魔法めぐってくんのやめろや、マジでお前ら、ほんまに、ほんまにやめろや。シャチホコさんの霊獣はなんかどっちかっていうと結構脳筋チックの、あの霊獣でしたけど、どっちかっていうとほんまやめえや、そういうことすんの知らんわ、もうもう知らんわ、そんなものは知らん、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 殴れ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 、オッケー、殴ってきた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 、うーん、ドロー、オッケー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 、でスキル発動、分からしてやるからな、分からしてやるからな、これ無効にされたらもう一回発動できるんだろ、これ無効にされたらもう一回発動できるっていう話を俺は聞いたことがあると。挑戦士の方が発動、いいよ発動無効、もう一枚あるんだな、分からしてやるからな、何がサイレントマジシャンだバカ誰か。俺は酔い闇の騎士と怪白の騎士をどっちに送り、現れよパーフェクトカオスソルジャー降臨。そしてカオスソルジャーの効果発動、相手のフィールドのモンスター1枚を選択しゲームから除外する。さらにこの効果はもう一度発動することができる。そしてパーフェクトカオスソルジャーの効果、第2の効果発動、相手のフィールドの1枚ランダムにエンドフェイズまで除外、バトルだ、カオスブレード、自分ダメしていいですか。対戦ありがとうございました。何がサイレントマジシャンだバカ誰か、
とっといきやがれ。でもさ、生放送公開収録結構なんか画期的で楽しいね。でカオスフィールドをパス、うん、カオスソルジャーを今に加えて、わかんねえな、なんだこれ、デッキは。まあどっちにしてもブラックフェザーだったら死ぬんで、パンシロで知らないだったら多分知らない。ギリいけるはず、大丈夫、俺は耐えれる。先行プレミア、先行プレミア。あーボムスパイダー、オッケー、ボムスパイダー、あーオッケー、あーオッケー。でデスペラール、あーオッケー。ボーマンタイ、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 あーオッケー。全く問題はない。ドローカード、まあ、ちょっと若干の弱さは感じるけど、ハンドにハンドに若干の弱さは感じるが、強戦士の効果、強戦士の効果によって手札より本当の死者、そして解約の騎士を墓地に送り、パーフェクト、なんだろうな、完全体カオスソルジャーぐらいかな、完全究極体ではない。カオスソルジャーを特殊召喚、そしてカオスソルジャーの効果発動、相手にフィールドのモンスター1体をゲームから除外する。殴っていいのこれ、何で、何スキル、スキル何これ、ブロー先生ハイレベルとかそういうやつないよね、こいつハイレベル。バトルしてるよね、バトルいけ。カオスブレード、ターン終了します。パーフェクト小学生パーフェクト小学生で来た、何バカな。でも3000超えるの結構難しそうじゃね。なるほど、どういうデッキだ、4 8 9 0 11、あ11シンクロ、あ生体流か、生体流か。いやでも大丈夫、俺はまだいける。レベル4のモンスター何かが来れば俺はいける。こんなクソザコモンスターに俺は恐れない。来い、レベル4の光属性または闇属性モンスター、行くぞ。俺のデッキが光ってうなる、お前は倒せと輝き叫ぶ、シャイニングドロー。